狼ゲームアナザー残酷な奇跡狼ゲームエピソード0後編、続きからやっていきます。はい、前回前編が終わって今回は後編の一番最初になりますね。で、最後まで見た人は知ってると思うんすけども、まあちえちゃんがいとこちゃんに会って、でさらにみさきちゃんが行方不明になるっていう、これもうどうするんだろうかって感じのストーリーになっております。ということでいきます。りんたろーの元へ。だいぶ説明がざっくりだったねやっぱね、これやってると思うんだけどね、ゆきなりとりっちゃんはね、なんかそんな憎まれるほどだったのかなって思うんだよな。たくやは本当にもう、あの撮影会してたのは相当悪いなって思うんだけど、やっぱ実際ね、こう命かかってる場所でとっさに開けれるかって思うとな、俺は開けれないかなって思ったりする。しかもつい最近あったよね、それこそ電車の中で傷害事件、あれもやばかったもんな。実際その場にいたら怖いさ。じゃあ行くよ。とりあえず前回のあらすじ。狼ゲーム事件から数ヶ月後、俺と美咲さんは警察で取り調べを受けていた。はいはいはい。そこで俺たちはあの男の話を聞いたんだ。相田優也、美咲さんと凛太郎さんの両、凛太郎さんって言っちゃった、凛太郎の両親を殺し、狼ゲームの発端となった猟奇殺人犯だけど、優也は元からおかしかったわけじゃない。中学までの彼は母親を愛する普通の少年だった。だがその母親が精神を病んでしまい、何度も死にたいと口にするようになり、そして優也も苦しむ母親を楽にするために自ら手にかけてしまった。でも優也の母親が最後に口にした言葉は、死にたくないという優也には思いもかけない言葉だったんだ。宗四郎さんたちがそこまで話して1日目の取り調べは終わった。噛んだね今。そして翌日、俺と美咲さんは再び取り調べを受けるはずだったんだけど、孤児院にいるはずの美咲さんが姿を消してしまったんだ。一枚の置き手紙を残して、これどういうことなのかっていう。凛太郎に会いに行きます。手紙にはそう書かれていた。美咲さん、まさか。凛太郎の後を追って自殺する気じゃ。ありえるよな。どこだここ。くそ、ここにもいない。何ここは。思い出の地？もしかして凛太郎のお墓に来てるかと思ったけど、ここじゃなかったか。やっぱりそうだよね、凛太郎はここにはいない。凛太郎の遺体は結局見つかっていないんだから、なんか生きてそうな感じだなそれ。凛太郎の遺体、そうだ、もしかすると現場にいるってこと。お、宗次郎さん、もしもし、ゆきなりくん、そっちに美咲さんは？あ、いえ、お墓の方にはいませんでした。そうか、こっちも孤児院の周辺を捜索してるけど、美咲さんの姿はどこにも。あの、そのことで一つ思いついたことがあるんですけど、宗四郎さん、俺、狼ゲームの事件現場に向かおうと思うんです。事件現場に？そうか、なるほどね。わかった、僕も千恵さんを連れてそっちへ向かうよ。場所はわかるね、現地で合流しよう。ええ、それじゃあ現地で。美咲さん、早まった真似だけはしちゃダメだよ。必ず止めてみせる。今度こそ絶対に自殺なんてさせない。言っちゃった。こう、なんか、ちえちゃんいい子だからさ、捕まってないことは別に不思議じゃないんだけども、こう薬物の売人だから、何気に結構悪いことしてる子だよね。なんか、さらっとそれ流されてるのがちょっとびっくりするよね。数時間後、とある森の中にて、いた？狼ゲームがあった建物。確かこの辺りのはずだった。あれは？いた？ああ、美咲ちゃんいる。凛太郎。美咲さん。ゆきなりくん。やっぱりここにいたんだね。うん。この道を先に進めば、狼ゲームのあった場所にたどり着ける。凛太郎はそこに眠っている。あの爆発で遺体は結局見つからなかったから。ここに来れば、凛太郎をもっと近くに感じられると思ったの。でもダメだった。思い出すのは凛太郎の辛そうな姿ばかりで、これ以上は凛太郎の最後を思い出してしまって近づけない。美咲さん、でも前に進まなきゃ。私決心したの、ゆきなりくんみたいに前に一歩踏み出すためにも凛太郎の死とちゃんと向き合わなきゃいけないって。そうか、美咲さんがここへ来たのは凛太郎の死と向き合って前へ踏み出すためだったのか。死ぬためじゃなく生きるために。
あれは、ちえちゃん。こうやってすぐ来てくれるのが本当優しさだよな。え？ちえさん？おう、宗四郎さんも早いね、みんな。うん、よかった。どうやら見つかったみたいだね。はい。では私は無線で報告してきます。いってらっしゃい。宗四郎さんも、椿さんも。美咲さん、お辛い気持ちはわかりますが、自殺だけは絶対にダメです。そんなことしたら凛太郎くんが悲しみますよ。これどうなるんだろうね。美咲ちゃんあくまで凛太郎という存在にしらばっくれてるけど、これも確信だよね。たとえどんな形であろうと、凛太郎くんはお姉さんに生きてほしいはずです。え？自殺？あ、しまった。凛太郎くんのお姉さんというのは警察には秘密でしたね。もうガバい。もうガバガバ。いや、まあ隠しきれてないからいいんだろうけどさ。宗四郎さん、今のは違うんです。美咲さんと凛太郎くんは正真正銘の赤の他人で。知恵さん、もういいんです。私決めたから、自分が犯した罪をちゃんと償うって。たとえそれが凛太郎の願いとは違っていても、自分の罪と向き合うことが一歩踏み出すということだと思うから。え、美咲さん、まさか警察に全てを話すつもりなのか、狼ゲームの真相を。だけどその前に、ゆきなりくん、ちえさん、狼ゲームのあった場所まで一緒に行ってくれる？私一人ではちょっと歩けそうにないから。うん、もちろんだよ。私もあの場所に戻りたいと思っていました。リツさんや他の人たちも眠っている場所ですから。なんかこうやって見ると、復讐は何も生まないって本当なのかなって思ったりもするけど、どうなんだろうな。後悔しか残らなかったもんな、このゲームが終わった後は。こうして俺たちは狼ゲームが行われた建物の跡地へと向かった。爆発の影響でほとんど跡形もなかったけれど、美咲さんはその場で泣き崩れ、知恵さんは一人静かに死者の冥福を祈っていた。そしてひとしきり泣いた後、美咲さんは彼女の知っていることを全て話し始めたんだ。これから語られる物語は、相田裕也と狼ゲームの参加者たち、彼らの過去の物語だ。結構重要だよこれ。うん、絶対来ると思ったこれ。かわいい。真ん中のりっちゃんかわいいんだけど。これ今やってるやつだからね。みんなもね、自分でゲームダウンロードしてね、ランキング1位目指してね、頑張ってな。ってことで次行くよ。とある精神科医の記録。来た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 。金欠の売人ってあったんだけど、下に。あれ絶対ちえちゃんの話だよね。それも自白されちゃうのか。ちえちゃん捕まっちゃう。まあ、続きいけよ。ゆうやが母親を殺害してから数年後、とある精神病棟にて。サトルさん、私は米森サトル、この病院に勤める医師だ。別に望んで精神科医になったわけじゃない。本当なら外科医の父親の後を継ぐはずだった。だが血液恐怖症という外科医にとっては致命的な症状のおかげで、父親からは見捨てられ、私の子供の頃からの夢は絶たれてしまった。そして不本意ながら精神科医の道へと進んだ私だったが、まだ完全に夢を諦めたわけじゃない。恐怖症さえ克服できれば、きっと私は外科医になれる。ああ、目指してたんだな、未だに。そのために私は精神科医としてあらゆる治療法を勉強したのだ。勉強したのに？患者ではなく自分自身の恐怖症を治療するために。そこまで努力してたのに。ゆうやには冷たかったんやな。それでは今朝の朝礼を始めます。はあ、今日も仕事か。めんどくさいな。正直患者の治療なんてどうでもいい。この病棟に入院しているのは犯罪者ばかりだし、それより一刻も早く自分の恐怖症を克服しないと。なんかちょっとわからなくもない気がしてきちゃうな。犯罪、なんかな、犯罪者に対してだったら俺も冷たくなっちゃう気がするな。うわー、わかんねえな。ゆうやの過去を細かく聞いてればなんか話は変わってくるかもしれないけど、漠然としか漠然とした情報しか聞かなかったら、こいつ自分の親殺したのか、やべえやつだなって言って思って終わっちゃうかもしんないな。そんな人間に優しくなれるかってなると、ちょっとこう難しいよな。現実問題な。みんながみんなちゃんと事細かく情報を教えてもらえるわけじゃないし。まあ、続き行こうか。それから今日は新しい患者が転院してくる。数年前自分の母親を殺した男で、おらおら、もうこういう漠然とした情報しか聞けないとな。例の新薬、あれを私の恐怖症を治すのに使えないだろうか。全く話聞いてない。
トラウマの克服に効果があるかもとのことだったが、まだ臨床試験の段階だ。患者の誰かで性結効果を試せればいいんだが、それもできるだけ重いトラウマを抱えている人物。危険はないが自傷の傾向がある患者だ。母親を殺した記憶が大きなトラウマとなっているらしい。え？トラウマですって？ああ、ナイフを使って何度も自殺を図ったようだ。だがその度に死にきれず、逆に自傷行為で生きている実感を得ている、得るようになったらしい。自分の血を見ることに喜びを感じるそうだ。全く厄介な患者だな。血を見ることに喜びを、まる、私とはまるで正反対だな。そうだな、サトルさんそっと押しちゃうしな。あの、その患者の名前は、ん？米森くんが患者に興味を示すとは珍しいね。患者は相田優也という。もしかして彼を担当したいのかな？おい、できれば私に治療を任せてはいただけないでしょうか。治療という名の実験だからな。ふむ、しかしそれはまだ早いんじゃないかな。君はまだまだ経験が浅い。もしも手違いがあったりしたら。おっしゃる通りです。ですが私は医師として早く成長したいのです。きっと父もそう望んでいるはずですから。なるほど。君のお父上がね。無論嘘だ。父はもう私には何の関心もない。説明。だがそれでも私が父の一人息子であることに変わりはない。父は地元の大病院を経営する外科医だ。つまり影響力がある。地元の医師ならみんなそのことを知っている。だからある程度のわがままは通るわけだ。我ながら親の七光に頼るようで情けないが。よろしい。この患者の担当は君に任せよう。わわ、負の連鎖だ。君の医学に対する知識は本物だからね。期待しているよ、米森くん。ええ、ありがとうございます、先生。父もきっと喜びます。ああ、お父上にもくれぐれもよろしく。この人もまたコネを作れるとか思ったんかね。こうして私は相田優也の主治医となったのだった。ああ、優也。お母さん。はじめまして、君が相田優也くんだね。え、あなたは？私は米森悟、精神科医だ。君の治療を担当することになった。これから二人で頑張っていこう。治療ですか？先生の気持ちはありがたいですけど、それは無理だと思います。お母さんの死を乗り越えるなんて、僕には絶対に無理だよ。今までいろんな薬をもらったけど、どれも効果はなかった。僕は生きているはずなのに、まるでその実感がない。唯一生きていることを実感できるのは血を見た時だけ。病んでる、かなり病んでる。ねえ先生、ナイフを貸してくれないかな。ダメダメダメ、目の前でやられたらサトルさんそっとするよ。ダメに決まってるだろ。自傷行為なんて絶対にダメだ。いいかい、ゆうやくん、この病棟にいる限り絶対に自分を傷つけてはいけないよ。私は君の血が流れるのを絶対に見たくないんだ。いいね、米森先生。そこまで必死に止めてくれるなんて、先生は本気で僕のことを心配してくれているんですね。違うんだよな、自分のことなんだよな。え？ああ、もちろんだとも。医者として患者の体を心配するのは当然さ。本当は血が怖いからだけどね。だよな。わかりました。先生の言うことに従います。でもやっぱり僕のトラウマが言えるとはとても思えないな。ああ、気持ちはわかる。自分の意思だけではどうにもならないことがあるからね。だからこそ人間は薬の力を借りなければならないんだ。実はね、ゆうやくん、トラウマを克服できるかもしれない新薬があるんだよ。新薬ですか？ああ、まだ試験段階の薬なんだが。どうだい、君さえよければ。この新薬を試してみる気はないかいな？下待たなかった今。わかりました。先生にお任せします。先生が一番いいと思う方法で、僕を治療してください。僕はもう、お母さんがいない世界を生きているだけで辛いんです。うん、わかってる。わかってるよ。ありがとう。私のことを信頼してくれて。うわー、いい実験だけ手に入ったとか思ってんのかな。私は彼の治療に全力を尽くした。それは嘘ではない。なぜなら彼のトラウマを消し去ることができれば、私自身の恐怖症の克服にも役立つと思ったからだ。私は新薬を使い、相田優也の治療を試みた。その薬には確かに彼の心の平安を取り戻す効果があった。しかしそれは一時的なものに過ぎなかった。薬の効果が切れれば、彼は再び絶望の底に突き落とされ、そうしてまた薬を投与する。それを繰り返すうちに彼は
重度の薬物依存症状態となってしまったのだった。ああ、これがきっかけだったんか。だがそれも仕方のないことだ。彼は治療を望み、私はそれに全力で応えた。すべての患者を医者が救えるわけじゃない。名医でなければなおさらだ。だって私は外科医になり損ねた。ダメな医者なんだから。ああ、でもサトルさんはサトルさん並みに真摯に向き合ってたんか。なんかこうやって見ちゃうと、なんかみんなにはみんなちゃんとした理由があるって思っちゃうと、なんか凛太郎たちを憎んでしまう感じになるから、やっぱちょっと見たくないなって思ったりも。まあこれとりあえず今回はここまでとさせていただきます。次回は金欠の売人と巡り合わせいきますね。金欠ってことはちえちゃんなのかな。うん、例えばちぐささんね、起きたよね。どうなんだろうな。とりあえず終わります。それではシアンでした。またね。